で浅いところの組織に働きかけます。浅い組織に働きかけてパンチもこうやってやるんじゃなくてしっかり体をねひねって打つように、これも内ももをしっかりやっていきます。はい、で続いてですね、これが終わったらポジションをここに持ってきます。体ですね、これをやりながらほぐしていきながら次のポジションを意識して移動してすぐにリンギングニーリングができるようにします。まあ、リンギングニーリングですね、リンギングした後にニーリングでもいいです。まずはリンギングしていく。はい、しっかりね絞って、でこれも出てきた主義なんですけど、おさらいしていくと、コツとしてすれば指1個分、この手と手の隙間は指1個分、開きすぎると摩擦が起きないから、で浅いところの組織に働きかけます。浅い組織に働きかけていきます。で体の動かし方ね、手だけでやるんじゃなくて体がちゃんとひねってできるよね。パンチもこうやってやるんじゃなくてしっかり体をねひねって打つように、まあそういったイメージでこうひねっていきます。関節を使います。手首、肘、肩、腰ですね。で挟み込みしないようにちゃんとギリギリまではいくんだけど、ベッドを刺して、そして引くときにグッと捉える、刺して捉える、そうすると挟みにくく深めにいきます。これがリンギングですね。でニーリング、ニーリングは手をハの字にして、そしてこういう感じですよね。でこの時注意してほしいのは、さっき言ったように外もも、もものね外側の部分はちょっとね痛いんですよ。なのでできればニーリングするときにその人差し指と親指がクロスするポイントがこっち側にならないように、できれば内もも側で、内もものお肉をクロスしたいんで、ちょっと内もも側でニーリングするイメージです。ここでクロスしてもちょっと痛かったりします。骨があるのでね、ここに骨が通ってるので内ももの柔らかい部分でクロスできるようにちょっとねもも側でやっていきましょう。はい、でこれはすねはやらなかったです。足の後面はまずすねやって、ですね全部やったら太ももやってって感じだったと思うんですけど、これはねすねはなかなかこうニーリングできる場所がなかったりね、あまりこうアプローチする場所がないので、内ももというか太ももだけになっております。でリンギングニーリングできたらおなじみの無限の字ニーリングですね。これも内ももをしっかりやっていきます。しっかり体を動かしてやっていきましょう。はい、でこれができましたら続いてペトリサージュ、